タラコチューブのアキとタラとマイちゃんとこっちゃんとタトメとアイトです。はい、お願いします。お願いします。タラコチューブ育てる企画、ラッキョウやりたいと思います。ラッキョウつけるんだよね。育てないで、なんでラッキョウなの。タが食べたいって言うから。いや、初め梅をつけようとしたんだよね。梅つける梅。あ、梅ね。あ、びっくりだね。ほんと育てるシリーズなんだ。梅をつけようかって思ったんだけど、せっかくつけるならあんまり食べたことないラッキョウつけようかなみたいな。で、材料はそちらですね。ラッキョウ、これ下処理はしてあります、はい、途中の工程はこちら。半田名物蜜柑酢、米酢です。米酢がいいらしい。上白糖ですね。塩、鷹の爪、はい、ビーンですね。ということで、やっていきますか。生では食べれない。食べれるよ。え、食べてみる一回生で。いきます。どんな感じ。玉ねぎの辛くない版みたいな感じ。美味しい。ここでいい。はい、玉ねぎって感じ。そう、玉ねぎ。でも玉ねぎほど辛くない。300ml を用意します。次、砂糖 500g です。ボウルに水を入れて、鍋にそれを入れて、ひと煮立ちさせてほしい。お酢を 700ml 用意してほしい。そうね。逆。待って、これってさ、何リッターなのこれ。900ミリだから、200引けばね、これ。戻す。戻すな。その200どこにある、うん、飲む。使った後にまた戻せ。これで700でしょ。冷えたら、酢と唐辛子入れてください。唐辛子何グラム。何グラムって書いてないね、これには。これにじゃあ入れる必要はないのか。じゃあ後で言ってもいいね。 OK、 700。これで雑居の液の完成です。はい、出来上がり。はい、はい、はい、じゃあ次は、待ってよ、なんでそこでやった。天才的エジソン並みの知能が出たかな。はい、水600で、塩が60。60ってどんなもんだ。結構入れる。 OK、 軽く煮立たせて冷やします。じゃあ入れましょう。半分くらい入れていいのかな。半分だと入れすぎ。8分目の中で途中で鷹の爪ピペッと入れた。はい、 OK、 OK、 こぼす自信しかない。これでいいね。 OK、 じゃあ蓋閉めてください。 OK、 完成。完成、はい、じゃあ余ったら今日は塩漬けですね。どっちが美味しいんだろう。かな、どっちなんだろう。塩漬け食べたことないのかな。じゃあでいいんだよ。じゃあ、じゃあ担当あっくんでお願いします。いけるわ、俺のエジソン的知能。はい、何漬けだっけ。甘酢がいつか食べてるんですか。3日から1週間。塩は10日。10日です。完成。イエーイ。どうでした。簡単でした。簡単だけど皮を剥いたりするのがあるよね。ラッキョウの液も売ってるし、うん、今日は皮がまだついてるラッキョウ買ってきたけど、洗ってもう切って下処理がしてあるラッキョウはもう売ってる、うん、あれだったら楽だと思うけど、これを一から作るとやっぱめんどくさいな、うん、まあでもそれの良さがあるかもしれないじゃない。好きな濃さにできるしね。そうそう、好きな濃さにできるからね。で、 YouTube だからやるけど自分だったらやらない。美味しく食べるだけ、うん、楽しみですね。はい、はい、じゃああれから数日経ってラッキョウができたみたいで、ラッキョウに合うって言ったらやっぱカレーなんでね、カレーと一緒に食べてみようかなと思います。ちなみにね、はい、こっちこっちが、うん、それがね塩。あ、これ塩ね。で、こっちが甘酢。あ、いただきます。どうぞ。ラッキョウだってもらおうか。じゃあこれ塩ね。
ちょっと辛い。何辛い？塩辛い。塩ですからね、うん、でもご飯と一緒に食ったらちょうどいいのかもしれない。これ甘酢、あ、こっちの方がうまいな。美味しく使ってますか？うん、塩は使いすぎってぐらい使ってる。辛いね、うん、中が辛い、うん、私的にはあの甘酢の方が好み。あ、うん、塩はちょっとこのらっきょうの辛みもあるじゃん、ちょっと残るじゃん、うんうんうん、だから食べにくいなと思ったけど。さあどっちが好きだ？木って言われるとやっぱ甘酢の方がいいし、うん、甘酢の方がいいな。食べやすいね、食べ、うん、甘酢の方がね、うん、はい、じゃあ、今回はらっきょうつけてみました。皆さんもよかったらつけてみてください。これから夏なので暑いんでらっきょうパワーつけましょう。はいいいですか？いいですよ。はい、さよなら。さよなら。